一組目はエントリーナンバー2番森田凛也小浅愛子。二組
して決勝進出6組目はエントリーナンバー103番わさかぎつね斉藤めぐみ。以上6組が見事決勝に進出しました。先生は実際にこの決勝の舞台で勝ち残られて世界選手権何度も出られているわけですよね。はい、だいぶ若い頃の話になるんですけれども、もともと世界選手権というのは各国2組の代表しか出られない、そういう大会で、言ってみるとですね、当日のゼッケンの番号というのは第1位のカップルが若くて、その次が第2のカップル、ファーストカップル、セカンドカップルというふうにはっきり分かってまして、プログラムを見ると、まあ誰が見てもあ、こっちがこの国の1位でこっち2位だなという、なんかもう格付けが見えてしまうんですね。で、そんな部分でちょっとナーバスにもなりますから、この大会で絶対どうせならファーストカップルになりたいと、そんな思いで戦った覚えがあります。やはり決勝の舞台というのはプライドをかけたプロとしてのそういった戦いですから、今ここにいる選手たちがメラメラと盛り上がってきているんです。その姿すごく頼もしく思いますし、この後戦い楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。さあ、それでは審査員の皆さん、準備をお願いいたします。選手の皆さん、フロアへお入りください。会場の皆様、選手に大きな拍手での応援をお願いいたします。さあ、決勝戦を開始しましょう。最初の種目、チャチャチャ。Thank you.
続けてまいります。2種目目サンバ、失礼しました、少々お待ちください。審査の部分で今ドレスの準備とちょっとあるようです。少々お待ちください。今日の大会は準決勝からはマスクは外した状態で踊る選手が多く、その影響もあって長めの音楽ちょっとかかっているようにも思います。皆さんが存分に音楽に乗せてのダンスを楽しめるように素晴らしい大会になっていると思います。皆さんいかがでしょうか。それでは準備整いました。皆さんそれでは2種目目お楽しみください。参りましょう。2種目目サンバ、続けてまいりましょう。3種目目ルンバ、what it means.
競技が終了しました。ここで選手のお名前を改めてご紹介いたします。エントリーナンバー2番森田銀河小浜愛子。エントリーナンバー22番清水元光丸内美幸。エントリーナンバー46番竹内博夢中島優希。エントリーナンバー61番野村直人山崎パリ。エントリーナンバー85番八谷和樹稲川花香。そしてエントリーナンバー103番正谷常樹斎藤めぐみ。さあそれでは競技を続けましょう。選手の皆さん頑張ってください。4種目目に参ります。種目はパッソドブレ。決勝を踊り抜いた選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。